ラムダ、どこ？確かに、人の顔を見たくなかったから、人気のない方へばかり進んだけど、さすがに、これはいないにも程があるわ。誰？こんな手の込んだ真似で私を呼ぶのは。よっぽどの恥ずかしがり屋みたいね。こんな人気のないところに呼び出すんだから。あなたが呼んだの？それとも、あなたが使う？
猫、お食事中悪いけれど、そろそろあんたの主人を呼んでちょうだい。それともまさか、あんたが私を呼んだ本人ってわけじゃないわよね。この趣味の悪い艦隊は。ケルトはひどいことをする。そなたであろうが、その猫は肉を喰らい、選ぶ道もあることを学んだ猫よ。久しぶりであるな。あんたが教えなきゃ、気づかずに済んだ道よ。肉の味を教えた化け物、生き返ったのね、フェザリーヌ・アウアウローラ。アウグストス・アウローラであると、そなたには何度教えても覚えぬな。よい、それもまた懐かしい。噂は聞き及んでいるぞ。奇跡の魔女ベルンカステルを名乗り、あまり褒められぬかけら遊びをして回っているとな。あんたの真似をしてるだけよ。到底及びやしないけれど、もし私の噂がよからぬものならば、あんたはそれに百をかけるべきだわ。何を怯えているか。私はこれまでで最も長く過ごした巫女との再会を喜んでいるだけであろうが、使いの猫がそんなにも気に入らなかったか。私に対する当てつけにも程があるわ。血の足跡を残しながら歩き、血まみれの肉を頬張る猫なんてね、露骨にも程があるのよ。怯えるな。よく見よ、血まみれの肉を頬張る猫などどこにいる。そなたを迎えに行った褒美にビスケットの皿を与えただけではないか。相変わらず不愉快なやつだわ。でもね、今は愉快よ。あんたの真似をしてるとね、本当に退屈しないわ。なじれ、好きに。かつて別れに際し、そなたに許した置き土産だ。口の悪い巫女は退屈しないから好き。なんだっけ？ちっ、バカバカしい。あんたを喜ばせるくらいなら、口をつぐむわ。それで？何の用？ベアトリーチェのゲームがバトラの勝利によって終わったそうだな。感激していた。なかなか面白かった。
私が無様な役で、それは面白かったでしょうよ。とんでもない、なかなか光栄であった。ベアトもそなたに感謝しているだろう。それでベアトのゲームのかけらを朗読しろって言うならお断りよ。私はもうあんたの巫女じゃない。私はベアトのゲームをすべて感激してきた。ラムダ・デルタのゲームもバトラのゲームも興味深く感激させてもらった。一応すべての謎に私なりの答えを用意できたつもりでいる。犯人、動機、個別のトリック、碑文の謎は最後がギリギリわからぬが、私が実際に六軒島に行き検証すればわかる程度のレベルまでの推理は持っている。それで、無論真実は一つでない以上、私の推理も許される可能性の中の一つに過ぎんだろう。しかしそれは可能性の範囲内であり、さまつな問題だ。何よあんた、私とベアとのゲームの論争がしたいの？違う、したいのは答え合わせだ、人の子よ。そなたも出演者として三章のように物語を盛り上げてきた。その過程で多くの真実も知るだろう。しかしベアトが巧みに隠してきたいくつかの謎についてはそなたも知らぬのではないか。なるほど、私にまた腹綿を食いちぎって引きずり出す役をやらせたいのね。感激を終えればパンフレットを読み舞台裏を知るのは、そなた風に言うなら食後にたしなむ紅茶のようなものだ。それはたしなみだが欠かすことはできぬ。生きてるうちはめでて遊んで、死んだら肉を食らってご機嫌満腹。あんたにとって猫は二度役に立つわけだわ。死ね、化け物。答え合わせがしたい、そなたも知りたいはずだ。ベアトの亡骸を葬ると思い、その葬儀をそなたに執り行ってほしいということだ。それならばどうか、人の子よ。多少は私好みな頼み方になってきたわ。ゲーム版も駒もすべて揃っている。過去のゲームの寄付もすべて揃っている。なるほど、足りないのはプレイヤーと解説者だけってわけ。紅茶も足りぬな、梅干しも足りぬか。もちろん用意しよう。いいわ、それにからし大福もつけてくれたら手を打つわ。交渉は成立だ。条件が一つ。ほう、それは何か。私、愛がないからいろいろとおかしな解釈をしてしまうかもしれない。でもどう読むか、どう抑揚をつけるかは朗読者の自由よ。私は答え合わせがしたいだけだ。物語になど興味はない。そなたがどんな物語を紡ごうと全く興味がない。なるほど、ようやくそなたが何をしたいのか分かった。飲むでしょ。条件いいだろう。私は答えが知りたい。そなたは鬱憤が晴らしたい。交渉は成立だ。
認めようぞ。座るがよい。ゲームマスターはそなただ。いいのね、本当に。いいのね。そなたの鬱憤が晴れるような好きな物語を紡げばいい。私には興味ないことだ。ただし、私からも条件を一つ。私の求める答え合わせをすべてせよ。隠し事も、包み隠しも、ごまかしも、一切なしだ。任せなさい。腹綿引き裂いて、中身をすべて引きずり出すのは、私の最も得意とするところ。あんたの仕込みだもの。紅茶を入れよう。魔法でなく、私自らの手でな。主が巫女に茶を入れて死んぜようぞ。かつてベアトは私に、紅茶を飲むなら魔女とに限ると言ったわ。我らにはどうやら違うようだな。えっちらおっちらさ、カモメの鳴き声聞きつつ、どんぶらどんぶらと波に揺られゆく島は、オカルトアイランド、高鳴る心も抑えず喜びが。紅茶を飲むなら化け物同士に限るわ。では、駒の準備を始めるわ。投資番号で言うと、第7のゲーム。そうなる。縁起のいい数字だ。それはベアトにとってではないわね。初手、配置、D8、ベアトリーチェ。